応発泡ウレタン少し厚みのある発泡ウレタンで保護はしてあったみたいですね。それでここですね、これが、まあ、デフカバーとミッションカバーから出てる部分で、ここに、マフラーのエンドの部分がネジ止めされる部分ですね。で、ここはちょっと忘れましたが、出てる部分としては、マフラーを止める部分よりも、この部分の方が多く出てますし、強度的にはここの方が高いようです。で、今回、開墾前に心配したアルミのこの出っ張りの部分ですね、この角の部分の2箇所の破損はなかったです。ただこの、シリンダーヘッドの部分を、上にして、全体的に、この角の部分をですね、床面にして、当てて立ててわざわざ運んだみたいなので、デフ室ですね、ギアの入ってる部屋から出るこのドレンホース、ここからオイルがですね出てしまったようです。運搬中にですね。で、それで、発泡ウレタンがオイルまみれになってるっていう状態ですね。で、その他このブレーキドラム部分と、これ左右のブレーキドラムですね、この部分はもちろん走行に使う部分なんで、損傷は全くありません。一番下、心配したアルミのこのカバーですね、ここにも亀裂などはなく、なんとか、外観的には使える状態だと思います。実際、エンジンの方は不動ということで保証がないということで、購入しましたので、動作そのものは分かりません。ちょっとこれ回してみますね。一応、これ左側は動きますが、右側はロックしてますね。多分ブレーキシューが当たってるか、この発泡ウレタンがここ挟まってますんで、これでブレーキシューがついてるのかもしれないですね。ここはちょっと開けてみないとわからないところです。あとエンジンの方はプラグがついてるので水の侵入はないと思いますが、カバーは割れてますね。による損傷は上の方はないと思われますが、実際駆動系の状態は開けてみないとわからないですし、まだクランキングできるかどうかも確認してないので、次の動画でね、この辺もうちょっとですけどもね、紹介したいと思います。